はい、皆さんこんにちは、しなたんです。最初に登録者数が2万人突破しました。ありがとうございます。本当にまだ YouTube を始めてから3ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、こんなにもたくさんの方が見ていただけることに本当に感謝してます。ありがとうございます。自分でもまさかこんなに登録してくれる人が増えると思ってなかったし、こんなに動画をたくさんの方が見てくれたりだとか、コメントをたくさんしてくれたりするなんて全然想像してなかったので、とてもびっくりしています。改めて YouTube 始めてよかったなってとても思いました。これからもどんどんいろんな動画アップして、みんなの参考になれるような動画を作っていけたらなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。今回は新しいリップが2つ増えたので、またそれをレビューしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回レビューするリップはじゃん、こちらになります。ビューティーコテージっていうブランドのもので、もう海外では人気なブランドなんですけど、今回ちょっと通販でこれをゲットしました。エレガントインプレッショニストセミマットリップのナンバー7とナンバー9です。包装もこんな感じで丁寧にやってくれて、すごい見た目からして可愛いリップだなと思います。では早速開けていきます。はい、開けてみるとこんな感じで結構重い感じになってます。リップのデザインはシンプルな感じです。このビューティーコテージのコスメなんですけど、オーガニックのコスメになっているそうで、すごく品質は良くなってます。ちょっと早速開けていきます。まずナンバーセブンです。はい、ナンバーセブンはこんな感じの色味になってます。ちょっとオレンジがかったような色味で、私がすごく好きな色味です。続いてナンバーナインです。こっちは赤リップになってるんですけど、ブラウンがかっているのですごく深みのある赤で、とても可愛いなと思います。ちょっと手にどっちとも出してみます。はい、まずナンバーセブンはこんな感じです。今塗ってみて思ったんですけど、すごく発色がいいなと思いました。ちょっとなんかリップ自体が硬そうだったので、あんまり発色しないのかなと思ったんですけど、軽いタッチでもすごく発色してくれます。波もねすごく可愛いです。次はナンバーナイン、もうこの赤もねすっごく可愛いです。とにかくでは実際に唇に塗っていきます。はい、まずナンバーセブンはこんな感じの色味です。もうすっごく可愛いです。この色、今までオレンジのリップ結構使ってたりしてたんですけど、もう少しなんかパキッとしたオレンジの色味で、ちょっとなんか浮きすぎちゃったりとかしてたかなって思うんですけど、このリップはちょっとブラウンがかっているので、すごく肌なじみがよくって使いやすい色味だなと思います。どんな肌の色の方でも全然似合うリップかなと思います。仕上がりもマットなんですけど、全然塗りにくいとかもなく、スラスラ塗れてとてもいいなと思いました。ちょっとこのリップは愛用決定ですね。絶対にすっごい可愛いです。はい、ナンバーナインはこんな感じの色味です。これも予想してた通りめっちゃ可愛いです。なんか赤リップは赤リップなんですけど、その中でもすごく使いやすい色味っていうか、なんかちょっとパキッとしすぎると顔がはっきりしすぎてしまって、顔がきつく見えてしまうっていうのが多分赤リップではあるとは思うんですけど、この赤リップもちょっとブラウンがかっていることによって肌なじみが良くなってるなと思いました。はい、2色比べてみるとこんな感じです。どっちもブラウンがかった色味で、秋にぴったりな色味だと思います。しかもすごく使いやすいので、誰でも調整しやすいリップになってます。やっぱりオレンジリップの方がちょっと顔は明るく見えるかなとは思うんですけど、赤もとてもいい色味で、すごく優しい印象の赤リップだけど、どこかちょっと大人っぽいような顔になれると思います。本当にこのリップ自体に匂いとかもなくって、リップ独特の匂いが苦手な方とか、なんかちょっと変に甘すぎる匂いだったりとかするリップが苦手っていう方は、ぜひこのリップ使ってみてください。あとマットのリップとかって結構ムラができてしまったりするかなと思うんですけど、このリップは本当にスラスラ塗れるので、ムラができにくいリップになってるかなと思いました。他にもなんかたくさんこの赤とオレンジ以外にもピンクとかもあったと思うので、ぜひぜひ皆さんサイトをチェックしてみてください。私は個人的にこっちの7番がタイプでした。ずっとオレンジのちょっとブラウンがかった色味のリップを探していて、なかなかこれだっていう色に出会わなかったんですけど、このリップが今までの理想の中で一番近いリップかなと思いました。なんかちょっとオレンジとリップつけて、上からちょっとブラウンがかった色味とかを足して自分の好みにしたんですけど、これは1本で済むので荷物もかさばらないし、ゲットできてよかったなってすごく思います。
で、このリップ1本3284円するんですけど、まあ、普通のプチプラなリップとかに比べたらちょっと高いかなとは思うんですけど、全然それぐらいの価値があるリップだと思いました。で、なんか私が今回ゲットしたこの2つのリップが結構人気な色味らしくって、このセットも出ていて、このセットで買うと5583円になってます。この2つの色合いが人気で、このセットで安く売ってるみたいなので、気になった方は見てみてください。はい、今回はこんな感じでビューティーコテージっていうブランドのコスメを2つご紹介しました。本当に私のドタイプな色味のリップたちだったので、これからたくさん愛用していこうかなと思います。本当にリップが私大好きで、ちょっと本当最近リップばっか買ってしまって、どん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 増えていくんですけど、やっぱりリップってどんだけあっても欲しくなるし、一つ一つで全然色味が違ってくるので、いくらでも集めたくなるコスメだなと思います。ぜひぜひ皆さんのおすすめのリップとか、他のコスメとかでも何かおすすめがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画が少しでも参考になったなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。